ネギマンラーメンを買いました。買ってきました。ネギマンラーメン。食べたい。食べなきゃな。食べなきゃな。はい、どうも、セージマックスです。どうもこんばんは。さあ、また今日もビールを飲みたいと思います。ザ・プレミアム・モルツ、芳醇エール。芳醇って読むよね。芳醇だと思います。どこから聞いたのか、芳醇エール。黄金バットだっつって。ダークビールな感じですよ。本当にこのパッケージと同じ色してますね。フルーティーで芳醇、濃色タイプで香りが特徴のエールビールです。限定醸造です。はい、入った、サントリープレミアムモルツ芳醇エール、いただきます。まあ、なんだろう。プレミアムモルツとは違う、なんか香りと味はありますけどね。でもこれ、美味しいかどうかって言われたら微妙だろ？まあ、なんか、味も割とはっきりしてるんですけど、僕の好みに合わないのかね。まあ、味わいはあるので、ゆっくり飲んでいいかなって気にはなるけど、なんだろうな、なんか、中途半端な感じがします。ダークビールほどのこう、濃ゆい味付けでもなければ、喉越しもなんかいいような悪いような、香りも来るんだけど、なんかこう気持ちいいような気持ち良くないような、なんかいろんなものが中途半端な感じがして、まあ好みかな。喉越しがいいので爽やかな印象にはなるのはなるんですけどね。味かな、やっぱり。なんかちょっとこう、引っかかる感じするな。もともとプレミアムモルツが結構香りがこうぐわっとくるようなねビールですから、そっちの方が逆に印象がいいというか、なんかはっきりしてていいなって気はしますね。だからこれじゃなくて僕はノーマルの方を選んでしまいそうだ。限定醸造だけどね。なんか食べながらだったらいいのかな。お肉とか食べると合うかもしれないね。プレミアムモルツをちょっと飲みたくなってきたけど、採点。はい、出ました。サントリープレミアムモルツ芳醇エール、テイスト15点、バランス16点、バリュー価格ですが 330ml 入りの缶で245円でした。そして私の好みマイプレファレンスは10点で、トータルが55点。まあちょっと僕の好みには合いませんでした。残念。おつまみ、岩塚製菓さんの新潟揚げを買ってきました。明太子味です。こういう感じで、明太子味どうかな。明太子の味はあまりしないな。美味しいけどね。なんかなんだかなんかないな。まあこういうこともあるでしょう。でもちょっとプレミアムモルツを飲みたくなった。また飲みます。じゃあねー、バイバーイ。